ポンポンを使ったブルガリアの飾りポンポンは玉さ状の飾りである。服飾の用語としては毛糸やリボン、毛皮などで作った小さな飾り玉のこと、切り玉である。英語ではボンボンとも呼ぶ。玉さ状の飾りであるポンポンは室内装飾のほか、キーホルダー、携帯ストラップ、ニット帽、マフラー、シュシュなどにも用いられている。 一般にはフランス語のポンポンからの外来語と考えられている。フランス語では玉房をポンポンと呼ぶ。玉房とは先を丸くした房である。ボートは花や実が実り垂れている様子、糸などを束ね先を垂らした飾りである。チアリーダーが使用するポンポン運動会でのポンポンを使った踊りによる集団演技、ポンポンダリア蒸気の用法から派生して、 各種の玉房状のものをポンポンと呼ぶことがある。フランス語由来と考えられている蒸気のポンポンとは別に、日本語ではポンポンは物や人の状態を指す、擬音語、擬態語として用いられる。具体的には跳ねる音、無造作に言葉が出る様子、膨らんだ様子を指す。また、擬音から派生して焼き玉エンジンを使った小型の船舶はポンポン船と呼ばれる。 静岡県の方言では、ポンポンはオートバイを指す。詳しくは、ホンダ技術研究所。ありがとうございます。